シーズン最初のグランドスラム大会、オーストラリアンオープン、オーストラリアビクトリア州メルボルン、本戦1月14、28日、ハードコート、の男子シングルス4回戦で、第2シードのカルロス・アルカラス、スペイン、が身を見るキツマノビッチ、セルビア、5646の460で尻ぞけベスト8に進出した。試合時間は1時間49分。結果を随時更新中。 オーストラリアンオープン2024トーナメント表。全豪に2年ぶり3度目の出場となる20歳のアルカラスは、2022年の3回戦進出がこれまでの最高成績だった。昨年はトレーニング中に起きた右足の怪我により、欠場を余儀なくされていた。昨年7月にウィンブルドン、イギリスロンドン、 グラスコートで2度目のグランドスラム制覇を果たしたアルカラスは2023年にツアー6勝を挙げ、65勝12敗の戦績を残して世界ランク2位でシーズンを終えた。この結果でアルカラスは、キツマノビッチとの対戦成績を2勝0敗とした。両者は2022年3月にマイアミ、ATP 戦、ハードコートの準々決勝で一度顔を合わせており、アルカラスが7、6、5、 6の37の6、3, 6, 5、で勝っていた。今大会でのアルカラスは1回戦でリシャール・ガスケ、フランス、を7 6 5、6162で、2回戦でロレンツォ・ソネゴ、イタリア、を6 4 6の7、3、6376、3、で破り、3回戦はワイルドカード、主催者推薦枠、で出場した18歳のシャン・ジュンチャン、中国、 が第3セット途中で棄権したため初の16強入りを決めていた。アルカラスは次のラウンドで第6シードのアレクサンダーズベレフ、ドイツと対戦する。ズベレフは4回戦で。